今回は新三国無双2における作品内で他キャラとは違う特別扱いされているキャラを見ていこうと思います。実に41名のキャラが登場する本作ですが、他のキャラとは一線を画し、そのキャラにしかない嬉しかったり残念に感じる特別感を感じる人物が何人かいますよね。その特別扱いされている点と合わせて見ていこうと思います。では行ってみよう。まず1人目は劉備です。劉備の特別扱いされている点は馬上攻撃が4回までしかできないという点です。まあ、これは正直特別扱いというかただのバグなんですが、どっちにしても他キャラにはない唯一無二の扱いなので選出しました。本作は第1武器からユニーク武器の第5武器まで存在し、武器のランクによって4回攻撃から6回攻撃まで振り分けられます。これは通常攻撃だけでなく馬上攻撃も同じなんですが、劉備はどの武器を装備しても馬上攻撃が4回までしか発動しないんですね。このバグは劉備だけの特権で、じゃあ4回までしか攻撃できないから何なんだと言われればそれまでなんですが、最初にプレイした時は少しだけ驚いた記憶があります。正直太子寺や馬長と違って劉備の騎乗攻撃自体はそこまで重宝するものではないので全然問題ないんですが、他キャラにはないバグによる特別扱いということで紹介しました。2人目は義援です。義援の特別扱いされている点は残が2種類あること。本作で登場する不可属性の一つである残属性なんですが、この属性がユニーク武器に付加されている武将は漏れなくチート級の強さを誇り、雑魚敵は問答無用で一撃し、武将に対しては現体力の 25% ダメージを与えることができます。一撃でも当てることができれば一気に戦況を逆転することができるため、当たりさえすればほぼ勝ちゲーの文字通り最強属性に分類されるわけなんですが、この残属性キャラの中でも義援はチャージ5、チャージ6の2つの攻撃に残属性が付加される唯一無二のキャラなんですね。今作における残キャラは全部で9人。曹操や花公園のように単体集団戦ともに向いているキャラもいれば、董卓、昇挙のように単体にしか向かないキャラもいるんですが、みんながみんな1つのチャージ攻撃にしか付加されません。そんな中義援は単体であればチャージ5、集団戦であればチャージ6と戦況に応じて使い分けができるかなり優秀なキャラになります。そもそも義援自体初撃が速く安定して先制を取れる上に攻撃中も大きく前進するため反撃を食らいにくく使いやすい優秀なキャラなんですよね。チャージ6に関しては連続回転切りの最後にしか残が乗らないという少し残念な性能ではありますが、それでも残が2種類あるというだけで有用性の高い特別扱いされているキャラではないでしょうか。3、4人目は関羽と趙遷です。この2人が特別扱いされている点は専用ステージである関羽戦利口、趙遷戦利口が用意されていること。これには他武将も嫉妬しますね。関羽戦利口は関羽が曹操の元から去る際に五冠で足止めしてくる偽証を次々と切り捨てていった戦になるんですが、三国志演義でかなり有名な話のためかステージ化しているんですね。ひたすら一直線の道を魏軍の将軍を切りながら進み、最後は曹操の天下のためにと追ってきた加工遁と戦うようになります。趙遷戦利口は董卓の死後に趙遷が自分の好きなように生きたいと願い、呂布の元を去ったことで呂布軍に追いかけられるシナリオとなっています。ステージとしては関羽戦利口を代用したものになり、決死の逃亡劇を図ることになるステージです。このステージは趙遷の第5武器取得ステージにもなっており、使いにくい挑戦ということもあってか迫り来る武将たちをひたすら無双乱舞で蹴り倒す結構難しいステージでもありますね。この2人には名前を使用したステージが用意されているのも他キャラに対して少し特別扱いされているような気がしますね。5人目は聴覚です。聴覚の特別扱いされている点は2つ。まず1つはデフォルトで炎属性がついている。聴覚は黄金刀を率いる妖術師としてキャラに深みを出すためにデフォルトでチャージ4、チャージ6、無双乱舞に炎属性が付加されています。まあ付加というかもう炎自体が攻撃手段になっているので、もう武器から普通に火が出るだけですね。今作はユニーク武器のしかも限られたキャラにしか炎属性が付加されないため、初っ端から普通に炎を駆使して戦えるのはなかなか強いと思います。チャージ5には付加されないためお手玉コンボはしにくいキャラではありますが、それでもチャージ4は広範囲を燃やし尽くすまあまあ有能な攻撃になるため、ダメージ期待値だけでなく無双ゲージを貯める手段としても非常に使いやすいと思います。もう一つは5武器装備時に無双乱舞に雷属性が付加される点について。聴覚の第5武器仙台新城は装備すると今まで炎属性だった攻撃が雷属性に変化します。ただし聴覚だけは例外で、デフォルトで発動していた無双乱舞、新無双乱舞の炎までもが雷に変化するんですね。
これがめちゃんこ強い。ただでさえ炎で広範囲を焼き尽くしていた無双乱舞が全て雷攻撃になるため、被弾した敵軍団は漏れなく着地後にとんでもない範囲でビリビリ感電してしまいます。この特性のいいところは、感電時の攻撃 SE 及び敵の叫び声が重複しまくり超気持ちいいことと、無双乱舞発動後にもかかわらず一瞬で無双ゲージが溜まり即発動できることです。新武三国無双2特有の耳に残る気持ちいい斬撃 SE と敵の叫び声が聴覚雷無双乱舞の時はさらに重なり合い、なんとも心地のいいハーモニーを奏でてくれるんですね。無双ゲージについても、白虎がカッターあたりを装備することで敵の殲滅度が格段に上がり、敵が多ければ多いほど無双乱舞で文字通り無双できてしまいます。無双乱舞に属性が乗るのは今作では聴覚だけで、爽快感だけで言えばザンと張り合えるくらいの気持ちよさがあるので、聴覚は完全に特別扱いされていると言えますね。6人目は孫昌虎です。孫昌虎の特別扱いされている点は戦技コスチューム。今作のキャラは全員第2衣装が用意されており、キャラ選択画面で切り替えが可能です。この第2衣装は衣装は同じデザインで色違いになるんですが、孫昌虎には第3衣装である戦記版コスチュームが実装されています。この戦記版っていうのは戦記三国志というゲームに登場するコスチュームのことで、孫昌虎は第3コスチュームまで用意されているんですね。戦記三国志が2002年2月14日に発売され、同年8月29日に新三国無双2が発売されたため、初見でこのコスチュームを見られたプレイヤーはめちゃんこ興奮したんではないでしょうか。孫昌虎の戦記コスチュームの出現条件はかなり面倒で、全武将の全ての武器を所持していること、および全武将の武勲が 99,999 に達していること、以上を満たしていると選べるようになります。まあ、全ての武器というのは 2P 戦法を使えば楽に取得できるんですが、問題は武勲マックスの方。これはね、とにかく全武将でひたすら戦闘をこなしていく必要があるので、難しくはないにしてもただただ面倒です。やり込みなど別に目的があって気づいたら全員マックスになってたとかなら気になりませんが、孫昌虎を取るためだけに全武将マックスまで育てようとすると、まあまあ長い道のりになりますよね。まあ戦記コスチュームは取れたからといって何かメリットがあるわけではなく、ただ目の保養なので、武器取得やアイテム厳選も終わってもうやることないくらいになれば、別売りされている最強データディスクをインストールすると自動的に全武将武勲マックスになっていくので、それで見たらいいと思います。僕はねちょっと時間がなかったのでそれでやってみました。長い道のりを達成して戦記コスチュームを取得する気持ちよさを味わいたいド M さんは、コツコツ武勲を稼いでいきましょう。はい、最後ですね、ラスト7人目は呂布です。三国志史上最強との呼び声高い呂布宝泉はチートもチート、その存在自体が特別扱いされている武将になります。では呂布が他キャラと比べて特別扱いされている部分を見ていきましょう。まずは孫昌虎と同じく戦記版コスチュームが用意されている。呂布も先ほど紹介した孫昌虎と同じく、今作では戦記版の第3コスチュームが用意されています。戦記版呂布の衣装がめちゃくちゃかっこよくて、最初見た時めっちゃ興奮しました。全身銀色の鎧に身を包んだ戦記呂布は通常衣装よりも2段階くらいステータスが上昇した気がしますね。実際何も変わってないけど。ちなみに呂布の戦記コスチューム取得条件は、全員の無双モードをクリアした後に最強難易度赤壁の戦い東卓軍を選択し、そこで出現する戦記呂布を撃破する。以上を満たすと次回からキャラ選択時からですね、戦記コスチュームが選べるようになります。このコスチュームめちゃくちゃかっこいいんですが、何より全員の無双モードをクリアした途端に赤壁をプレイすると、呂布を含めた敵全軍が銀色の衣装になるんですよね。マジで最高すぎる。2つ目は専用 BGM について。呂布は三国無双シリーズにおいて最強ポジションに君臨しているため、 BGM に関しても特別扱いされています。先ほどの戦記呂布が出現する赤壁の戦いでは、スペシャルステージ専用の BGM が流れます。この曲マジでめちゃくちゃかっこよくて、戦記三国志やったことないんですが、多分そこで使われている曲だと思います。落ち着きがありつつも燃え盛る闘志をイメージしたような曲調は、戦記三国志を知っている人はもちろんのこと、全く知らない人も一度聴くと頭から離れなくなる曲だと思います。その他は呂布のテーマも作成されていますね。さらにこちらは無印版と猛将伝版で2種類の呂布のテーマが存在し、ベースは同じながら猛将伝ではアレンジを加えた BGM となっています。
無印版ではまさに呂布が目の前に出現したかのような力強く絶望感を感じるような曲調だったものが、猛将伝では呂布が味方になった安心感や呂布自身の目線で感じる力強い雄大な感じに聞こえたりと、呂布は BGM だけでも3種類専用で作成されているんですね。これは特別扱い。3つ目はハイパー化について。呂布は最強の名に恥じないように古老化の戦いの際にはハイパー化されています。もうこれはおなじみで、スーパーアーマーがついているため波の攻撃力では攻撃しても全く攻撃が効かないんですよね。通常攻撃ではのけぞらず、いつでも反撃されてしまいますし、チャージ攻撃や無双ランブでようやっとのけぞるくらいのレベルなので、初期捨てで単身呂布に挑むのは無謀と言えるでしょう。また攻撃力や防御力も高く、こちらもある程度は育ててからでないとまともに戦うことすら叶わない今作では、古老感の呂布だけなのでかなり特別扱いされていますね。余談ですが、古老感の呂布の親衛隊の雑魚兵たちも他の雑魚敵に比べるとえぐいぐらい補正がかかっています。普通にそこら辺のモブ武将ぐらい強いので呂布を倒しづらくなってしまいますね。まあ、この超絶補正呂布を初期捨てで倒すのが楽しいですし、弓矢とかいろいろ駆使して挑んで死んでと友達と大爆笑しながら楽しめるのも三国無双2のいいところですね。その他細かいところで言えば攻撃範囲かなと思います。呂布はとにかく攻撃範囲が圧倒的すぎて笑いが出ます。そもそも劇というリーチの長い武器を右手に持ち片手で振り回しているんですね。他キャラはだいたい両手で持って攻撃しているんで、利き手と逆の手のリーチで制限がかかっているんですが、呂布は利き手のみで肩甲骨を伸ばしきった体の利点を最大限活かしきったモーションのため、まあそりゃそうだよねって感じです。無双乱舞の最後が心もとないのはご愛嬌。今回は他キャラにはない特別扱いされているキャラを見ていきました。この他にもこんななるぞっていうのがあればコメントで教えていただけると幸いです。それでは今回はここまでにします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあバイバイ。